なんかの江藤さんのブログでね、トンボの写真について一眼レフカメラがね扱えるのかっていう問題は以前扱いましたけども、はい、今回そもそもね写真がなんか怪しいというかおかしいというかね、そういうことで扱っててね、なんか違和感あると。そうですね、問題のこのオツネントンボですかね、はいはい、これがちょっとまあ以前ねお腹がまあ垂れ下がってて、まあ、元気ないぞっていうことでね、言ってましたけども、今回トンボに関してなんか止まり方がおかしいってね指摘ですね。ほう。まあその写真掲載したんだけども、基本ねトンボっていうのは6本の足があって、それをまあ器用にね使ってバランス取って、まあ、茎とか枝とかにね、まあ、捕まったりとかするわけですね。なるほど。でまずこの、まあ、オツネントンボ以外の写真に関しては、まあ、しっかりとこの器用にね、まあ、6本の足を使いながら枝とかにまあ捕まってるわけですね。ただこのトンボにはこの前足とね中足と後ろ足っていって合計ね、まあ、6本あるんですけども、はい、この前足と中足がまあ捕まる上でね重要なのかなって感じで、うん、でまあ後ろ足とかでなんかバランスとかを取る感じで枝とかにね捕まってる感じがしますね。捕まり方に特徴があるんですかね、トンボは。まあなんかねいろいろとまあ見てると後ろ足でなんかバランス取って前足と中足とかで捕まってるイメージですね、まあ、他の写真とかいろいろと見てみても。はいはい。でこの中にはこの中足と後ろ足だけで止まるトンボとかもいるんだけども、一応まあ足自体はね6本あるみたいですね。うん、まあ全部のトンボがね。そうですそうです。でも中足と後ろ足だけで止まってるトンボっていうのはなんか頭のところにね、まあ、くるんで、4本だけしか使ってないって感じだね。まあそういう感じのトンボもいるみたいですね。頭のところにくるんで、目のあたりというかそうそうそう、なんかまあ折り曲げて畳むって感じですね。ああはいはいはい。まあそういうトンボもいるんだけども、うん、一応まあ6本足があって、まあ、いろんなね止まり方があるんだけども、基本的にはまあ後ろ足でバランスを取るかなって感じですね。はいはい。それが写真はちょっと違和感があると。そうですね、このだからオツネントンボに関しては他の写真を見てもしっかりとまあ6本の足を使ってバランスを使ってね枝とかに止まってるんだけども、うん、オツネントンボに関してはちょっと怪しいというかね。はいはいはい。でまあこれが一応絶滅危惧種っていうことで、まあ貴重なね資料としてされてるんで。ヒットフィッシャーの久しさまが取ったのかなって感じなんでしょうけども、はあ、まあこれねオツネントンボの止まり方がおかしいってことで、うん、なんかこの中足だと思われる足で交差してるような感じで止まってるというかね。交差してる、あぐらかいてるみたいなまあなんかねそうですね、まあ、そんな感じで枝に捕まってるというかなんか、まあ、そんな感じのやつだし、後ろ足に関してはねなんか片一方の足がなんか宙に打ってる感じなんで、まあ、どうねあがいてもなんかバランス取れそうにないというかね。はいはい。まあどうやってなんか枝に捕まってるのかなって感じの、まあ、写真というかね。不安定なんですかね、その止まり方だと。そうですね。まあだから不安定やからなんか垂れ下がってるのもあるんでかもわからないですけどねああそういうこと。まあでもそんな止まり方ねするわけないからね。はいはいはい。なんかトンボの足ってすっごいこうゴキブリみたいなんじゃないけどなんかトゲというかなんかギザ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 ってなってて、ああなんかねありますよね。あれに引っ掛けてだから止まったりとかそういうのをするみたいですけど、まあそれでもやっぱ6本しっかり捕まってた方がまあ安定はするんでしょうけどね普通に。そうですね。だからまあそこになんか引っ掛けるんで逆に言うとそこにまあ引っ掛かってない足とかもあるしね、空中に浮いたりとかして、うん、だからどう考えてもねおかしいと。ああ怪しいというかね。でしかもなんか前足がないというかね、なんかどう探してもまあこっから前足があるはずやけども出てるとこも見つからないしね。だから4本の足なんかなって感じの写真ですね。まあいわゆるたまたま足がこうちぎれちゃってとかわかんないですけどなんかね怪我というか、うん、そういう場合もまああるんでしょうけど、合成とかそういうなんか作ったとかいうことではないんでしょうけどね多分。うん、まあそういうんじゃないんでしょうけどね。うん、なんかこの辺がもともとね写真自体が結構まあ一個一個で見たら小さい写真やからね。はい。もしかしたらそこまでチェックされると思ってなかったのかもわからないですね。ああ細かいとこ見られんやろみたいな。まあ基本的にそこまでね詳しく見る人もおらんやろみたいな感じで思ってたかもわからないですね。ああそんな感じですか。うん、まあ確かにみんなの論文を全部細かくチェックする人なんてもうそもそもいないですもんね。そうですね。数がめちゃめちゃ少ないっていうか論文読む人の詳しい人でもなんかトンボがあったらあこのトンボがおってんなみたいな感じでチェックする程度でしょうかね。はい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 。でまあ多分僕らみたいになんか久し様とかの論文にチェックする人っていうのはなんか不正してるなっていう感じで見てますからね疑いの目を持ってね。そうそうそう。だからまあその辺でまあそこにね、まあ、いろんな人が見てる中で垂れ下がってんぞってとこにね、まあ、江藤さんのブログでまあチェックが入ってね。ああ。でまあみんなで見ていったらまあいろんなところにねまあちょっとおかしい点が出てきたというかね。はいはい。確かに、でもそもそもトンボの知識を持ってる人なんてほんと限られてますもんね。まあそうですね。まあ面白い生き物でね、あんな大きな目でなんかね、自由自在に飛んで空中でなんかピタッと止まったりとか。そうですね。なんか面白いと言われれば面白いし、まあ仮面ライダーとかもね、1号2号はバッタがモデルですけど、V3 はトンボをモデルにして作ったみたいですからね。へー。だからなんか子供にとっても人気というか、まあ面白い生き物ではあるんでしょうけど、はいはいはい。とはいえ僕なんかもじゃあトンボ気になるかって言われたら全くよくわからないし、まあなんかね、そのトンボのスペシャリストでもなかなかね、まあ見たところで、まあその論文には興味あるかもわからないけども、なんか写真にはね、まあ知ってると思うし、そこまでね、チェックもしないかなってとこもあるでしょうね。うん、そうですよね。しかも種類もめちゃめちゃおるんですよね。日本には200種類ぐらいいるみたいですけど、はいはいはい、世界で見たらなんか5000種類かなんかおるみたいなそんなにもまあ覚えれないし、まあ、よっぽど博士みたいな人じゃないとね、さかなクンみたいなね、魚のこと何でも分かるみたいな博士みたいな人じゃないとよっぽど分かんないでしょうけどね。そうですね。しかもなんか、ね、お腹の部分とかもなんか、まあ、垂れ下がったりとかしていて、はいはい、でこの垂れ下がってるお腹の部分だけども、なんかまあ下がってるだけじゃなくて、なんか明らかになんかその周りの植物とかにねがなんか折り曲げられたりとかしていて、うん、まあそこになんか乗せてるような感じがするというかね。おなんか当然その足が絡まってるところを見るとどう考えても安定感がね保てないんで、はい、まあその死んでるトンボとかってのはね垂れ下がっちゃうんで、ああなるほど、そのまま捕まってられないから。まあそれを乗っけるために芝生とかになんかそういうところに乗っけたりとかして折り曲げてね、そこに乗っけたりとかして、生きてるように見せてるみたいな。まあそのトンボ自体がねそんなにまあ重たいもんじゃないから、うん、芝生とかを曲げたりとかしてそこにね乗っけることもできるだろうしね。はいはいはい、確かに。うん、まあその辺でまあ捕まってるように見せるためにやってるから、まあ本来だったらそのピンとね止まってるはずですけども、それがピンとしてなくて垂れ下がってる感じなんで。元気ないと。そう、まあ垂れ下がってる方が逆になんか人間でもそうですけども。ピンとしてる方が力いらないじゃないですか。ああ、まあ確かに。なんかその垂れ下がってる状態で保つ方が余計になんか筋肉がいるというかね。はいはいはい。ピンとした方が逆にまあその力いらないというかね、そういう感じで止まれますけども。まあね、そのトンボというのがむちゃくちゃ軽いから、はいはい、そのなんかまあ人間みたいなその筋肉がどれぐらい必要とか、なんか力がどれぐらいとか、その辺はよくわかんないですけどね、その、まあ、パタパタ飛べるぐらいの、受けるぐらい軽いわけなんで、そうですね。全然違うのが、全く力いらんのかもしれないし、よくわかんないですけど、その、引っかかりに引っ掛けとけば、なんかね、保てるのかとか、よくわかんないですけど、まあ、確かに不自然ではあるんですね。まあでもな、重さ的にはね、その雑草とかでもね、乗っけることできるかなって感じがするんでね。ああ、確かに確かに。まあ、その辺でなんか、怪しいかなって感じで、そうですよね。まあ、捕まってるところもなんかね、芝というかなんかそれがねなんか赤っぽくなってる感じなんで、はい、他のところは別になんか緑っぽい芝やのにトンボの目の部分に近くにある、まあ、芝だけねなんか赤っぽくなってるからなんかそういう葉っぱなのかなんかそこだけ捕まりやすくしてるのかとかねなんか加工してるのかよくわかんないですけどね。あ、まあ、もしかしたらちょっとこれも何かしらちょっと不正じゃないけどなんか変なことしてる可能性もあると写真的には。まあ一応ね、ここにその誰が撮影とまではね書いてないんでね、久志様が撮影したかどうかは分からないんだけども、うん、まあ一応、ヒット者だし、絶滅危惧種なんで、おそらく久志様ってことになってるんだろうけども、まあ、特別すべきみたいな感じで、ね、書いてるんでね。ああ、まあ、そもそも絶滅危惧種のこのオツネントンボみたいな珍しいものとかを久志様が調べたりとか、よく知ってたから、ヒット者になってるわけですもんね。そうですね。まあ、それか、まあその一応、バレた時のために、久志様じゃないって感じで、逃げるために書いてないのか、まあ、その辺は分からないですけども。そこまで対策してるんですね。あ、まあその辺がね、まあ、どうなんかなって感じで、まあ確かに前の盗作作文の件がありますから論文を出したらめっちゃみんな疑惑の目で見て調べられるよなっていうのはちょっと予想つきますもんね。まあそうですね。まあ一応前科あるしね。前科ね。そうですね。だからやっぱ周りの人もちょっとこう入念にいろいろ対策はしてるんかもしれないですね。そうですね。うん。まあ、ちなみにこの週刊圏内の方にもね、まあ、この久志さんのトンボの論文について書いてましたけども、はい、まあ11月22日にこの国立科学博物館からまあ論文が発表されてね、うん、でまあ赤坂御用地のトンボ層ということで、まあ、3人のまあ教授だけども久志さんがねヒットをしたということで、はいはい、ただまあ手放しで喜びないということで、まあ、中学校2年生の時はね、まあ、北九州が主催してるね、まあ、作文コンクールに応募して佳作を取ったわけですね、うん、まあ、これがその小笠原諸島を訪ねてっていうタイトルで、まあその作文でね、ただこれがその定期校進学制度とかもあったんでそのね、まあ、実績作りと言われたわけですね。はいはい。リリー・フランキーさんとかが審査員やってたんでしたっけね。ああそうそうです。ただこれも後からまあその盗作作文というかね、まあ、その盗作が分かってまあ判明ということで、はい、前回まあ中学校2年生で今回もね、まあ、高校の2年生っていうタイミングでね出してだまあこれもだから大学に向けてのまあ推薦だったら当然まあこの論文に関してはね大きなまあ実績作りというか、まあ、評価される対象というかね推薦の時にこの論文書きましたよっていうことが推薦材料としてはね、まあ、使えるのかなってことですね。初の東大卒の天皇に近づけるとあまあね結構さ、まあ、それがまあ悲願みたいな感じでいろいろとまあ記事とかにも抱えてますからね。まあ狙いみたいですねそれが。そうですね。秋田さんに関してはね、まあ、本人が何をしたいかっていうことが一番大事だということで、言ってまあそこまでまあ東京大学にはこだわってない感じがしますけども、ただまあ進学をね、まあ、どうするのかって感じで、東京大学じゃないにしてもね国立大学とかだったら、まあ、批判の声も上がるだろうしね。まあね、まあ、どこに行くにしても推薦で今回のこの論文の実績っていうのはまあ使えるっちゃ使えるんでしょうね。その使えるっていうか使うんでしょうねまあそうですね。だからまあその箔付けとしては利用できますよね。そうそうね、まあ、ちなみにこの久志様がこの小笠原諸島に行ったのは小学校5年生の夏休みですね。はい。でそのことをまあ中学校2年生の作文コンクールでまあ書いて、いうことなんですけど、まあ、これもねちょっとまあ不思議は不思議なんですけどね。しかもこの見て聞いて調べて自分の言葉でっていう感じでコンクールのね応募とかには書かれてたんだけども、まあ久志様のね、まあ、この小笠原諸島を訪ねてっていう作文に関してはみんなからね、まあ、ガイドブックみたいな感じで言われてましたからね。まあおかしいし違和感あると。まあなんか書いてるのがガイドブック的な感じで書いてあってなんかその自分の感想がないというかね。まあその紀子様と一緒にいたのに紀子様のことが全く触れてないしね。おかしいですね。常に一緒にいたんでしょうしね紀子様とも。そう、まあ、それになんかそもそもなんかその小笠原諸島にいたのかっていう疑惑とかも結構ありましたからね。言ってもないとなんか普通はなんか、まあ、その一つに例えばなんかグリーンフラッシュとかもね珍しいもん見たみたいな感じで言ってましたけども、まあ、その写真すらないしね。まあ当然まあ久志様はまあ小学校5年生やったら一眼レフカメラは使われてないにしてもまあカメラとかね使えるでしょうからね。いつもトンボとかも撮影してる設定ですからね。まあ設定でねほんまにしてるか分かんないですけど。そうですね。まあそれでまあそのお付きの職員がいたとしても写真とかね撮ってくれそうですけども、まあ、そういったのもないしね。その辺がなんか怪しいっすよね。しかも小笠原諸島って行くのめっちゃ大変ですもんね。まあそうですね。東京の港からフェリーで24時間とか父島とか行くんだったら丸1日かかるみたいなね。ですよねかなり大変だしね。週1本ぐらいしか多分フェリーないみたいな感じだと思うんで。そうです。5泊とか、ね、4泊とかそれぐらいじゃないと絶対行けないみたいな。駅と帰りをね抑えてから行くって感じでねやったんでしょうけど。そうっすよね。まあその中でこの当然まあその現地の人もいるわけなんだけども現地の話が書いてある割にはねその誰も撮影してないしね。だまあその現地の人が久しぶりに全く興味を示さなかったのかね。写真撮りたいって人がいなかったというかね。そうなんですかね。小笠原諸島の人に限ってはスマホ持ってないなんてことはないですからね。そうですね。誰かをね撮影してそうですけどもねまあそれが全くないし、まあ久志様のお付きの人とかもね撮っててもおかしくないですけどそれもないしね。ほんまですね。せっかく思い出やからいっぱい撮ってるでしょうけどね。そうですねいっぱい撮ってるでしょうしね。でしかもなんかその作文コンクールに関してもいっぱいなんかその全国に賞がある中でねなんであえてその北九州を選んだのかなっていうこともあるしね。まあ多分この一番ハードルが低そうな作文コンクールを狙ったのかなって感じですね。もう受賞しやすそうな。そうでなんかその調べてみたら、まあ、久志様が受賞したこの北九州作文コンクールですけども、まあ、中学生の部で全部でね97人しか応募してませんでしたね。少ない。もともとこのねコロナっていうのもあったんでしょうけどね応募がだから97人でしたね。確かにそれだと倍率低いというか。そうね、しかもこのね実際には88作品というか97作品のうちの9作品が年齢が不明の作品って書いてあったんですよ。まあ学年不明って書いてあってそれが9作品って書いてあったんで、とてもその学年不明の作品なんて賞を受賞させないじゃないですか。まあ選ばないでしょうね。なんか何年生か分かんないし受賞させるのもなんか後から調べんといけないし面倒くさいしみたいな感じで。そうですね。多分受賞させないんでおそらくまさかそう考えると実質まあ97から9作品減らした88作品の中から選ばれたってことですね。ほーそういうこと。だからまあ88分の1で対象に選ばれるというかねそういう感じなんでしょうけども。でまあ普通に考えてその中でしかもこの88作品のうち大賞がね一番いい賞ですね。でまあ2番目がこの佳作かって思いますけども実はその他にもなんか審査員のまあその選んだね、まあ、選考委員の特別賞っていうのもあるわけですね。まあ3人が選考委員というか、まあ、そのリリー・フランキーさんも言いましたけども、まあ3人の選考委員がおって、まあ、その3作品がね選ばれるわけですね。そこもなるほど。だからまあその大賞1作品と佳作2作品と選考委員特別賞が3作品ですね。まあ大賞1作品が一番ねいいのは分かりますけどもこの選考委員特別作品っていうのもまあ考えたらそっちもね2番目にすごいって感じでも考えることもできるしね。まあまあ結構いいと。まあ佳作よりも下手したらいいって感じのね見方もできるしね。はいはい。そう考えるとまあその88作品のうちまあ6作品が選ばれるわけですね。なるほど。でそのうちのまあその佳作っていうのはまあ6位っていう見方もできるわけですね。おお、ほんまですね。まあそのレベル的にはこの15作品中まあ1位ぐらいのレベルかなっていう感じで、うん、あまあ40人まあクラスでおったりしたら最小ではないんで3位以内に入るかなっていうレベルのまあ作品かなって感じですね。はあ、人数が少ないからこそそんな感じっていう。うん、だから40人のクラスでね3位とかじゃ全然ね大したことないしね。うん。そもそもこのね今回の論文っていうのは誰かとまあこの競争する必要もないんですけども、いろいろとね、まあ、どうなんかなって感じで、まあね、まあ今回の論文もねこの誰かとまあ競争する必要がないというか、今回の論文はもうその発表して、まあ、何かを受賞するとかそういうのやっちゃいますからね。そういうことですよね。まあとにかくまあ調べたのを発表してすごいなみたいな話ですもんね。まあ赤坂御用地のまあトンボの論文を発表して、まあ、みんながね素晴らしいって言ってくれたら、まあ、それが評価になるというかね。あだから誰かと競争して1位とかそうなっちゃいますからね。そうですよね。しかもトンボの論文自体が多分めちゃめちゃ少ないんちゃいます、その調べてる人とか研究してる人が。まあそうですね。でその発表の仕方がその絶滅危惧種がおったよみたいな感じの発表の仕方やから、まあ、みんなねその素晴らしいみたいな感じで言ってくれるんでしょうけどね。ああ、そうでしょうね。資料とかデータがあんまりないからこそ余計貴重だみたいな感じで言われるんでしょうね、その世界では。そうですね。なかなかこの実績をどう評価するのってもね、なんか難しいとこもありますけどね。ねえ。ただまあこれがね一番の実績になるんでしょうけども、まあ、推薦でね入学するための実績作りで、うん、まあ前回は中学校2年生で今回はね、まあ、高校2年生でそれを出してきたって感じで、はいはい。まあどうでも推薦決まったらメディアとかもね持ち上げるのかなって感じですね。まあどんどんねいかにこれがすごいかみたいな感じで固めていくんですかね、周りがこう補助の記事とか出したりで。まあそうするしかないでしょうね。まあなかなかねどうなのかなって感じですね。まあこう筆頭筆者って感じでね、まあ他の研究者も協力してみたいな感じですけど、他の研究者もね関わりたいと本当に思ったのか、まあね関わったことによってね自分らにもなんかこうね批判が来そうじゃないですか、なんか。まあねそれもありますけども、まあどうなのかなって感じですね。まあ名前が売れるからまあええかみたいな感じなんかな。もしかしたらその清志拓也さんとかもね、まあ自分が筆頭筆者ちゃうからそこまで別に詳しく選んでいいかみたいな感じでちょっとまあ雑なところも出てきたのかもわかんないですけどね。細かいところはまあそれもね、まあ、どうかわかんないですけども。はいはい。まあちなみにこれね、アイラの方では雅子様のことが書いてましたけども、12月9日にね、還暦迎えて、まあ、一応まあ記者会見開くかみたいな感じで言われたけども、まあ、それね、まあ、実現しないって感じで、はい、で、まあ、この国内外の状況について触れた後に、まあ、ご自身のね、1年間のまあ活動を振り返って、書き出すことで、うん、で、まあ、この昨年からね、私たちの地方への訪問が再開しましたってことで、まあ、書き出しだったんでね。で医師団の文章とかにもこの雅子様の誕生には触れましたけども、まあ、何があるよってことで触れてましたけども、うん、雅子様の誕生日の文章にはね体調に関する言葉がなかったわけですね。はいはい。でこの天皇陛下と仲のね良さも伺えるということで私たちって表現使ってるんでね、まあ、これがその、まあ、対等な関係じゃないですけども、まあ、いい関係が築けてるのかなって感じですね。まあ確かに良好なんでしょうね。まあ良好なのは見て分かりますけどね、もう。まあまあそうですね。でこの雅子様の誕生日の写真にもね愛子様の姿があってね、はい、一応まあこれに関して愛子様の写真がこの雅子様の誕生日に登場するのはなんか7年ぶりということでね。あ、珍しいと。前回まあ2016年で愛子様が中学生の、まあ、3年生かな、まあ、これでね、うんこの頃は結構愛子様も痩せててね、ちょっとまあ心配された時期でもありましたけども、はいはい、ただまあそれでもこの隠さずにまあ写真でね公開してたんですね。ああ確かに。で、まあ、愛子様に関してはこの高校生になると体調とかもね上向いてまあふっくらとねしてきましたけども、うん、ただまあそこから雅子様の誕生日には写真とかに、ね、登場しなかったわけですね。ああちょっとの間ね。そうですね。で、まあ、雅子様の誕生日にこの愛子様が登場した理由としては、まあ、この愛子様が卒業後に向けてのなんか決意じゃないかってことで、うん、まあ成年皇族の記者会見とかでも、まあ、学業優先って形で語ってて言ってましたけども、まあ、来年3月には卒業するわけですね。そうですね。まあ、それでまあその誕生日の文章とかにも愛子様に関する記述もねあったりとかして、またこのねあどけない感じがね、まあ、残る愛子ではありますけどもっていうところで、はい、いろんな時にね私たちをまあ助けてくれるようにもなってきたと感じますと、まあ、答えるわけですね。まあ雅子様にとっても心の支えになってるんでしょうね。そうですね。うん、だまあこの辺でまあ来年4月以降にはますますね人前に出る機会とかも増えて両親とかを助ける、まあ、第一歩ちゃうかって感じもね書いてますね。はいはい、まあ、愛子様と一緒におる時は雅子様も多分生き生きしてるというか余計まあ安心してねリラックスした表情にもなりますしね。そうですね。うんでこの辺でその宮内庁の関係者からの聞いた情報では愛子様はこの卒業にまあ、留学しないんちゃうかっていう話とかも出てるみたいですね。ああ、そうなんですか。なんかね、これがその両陛下に習ってイギリスね、まあ、留学って感じで言われてましたけども、うん、まあ、この愛子様が離れて、雅子さんもね、体調とか再び悪化するかもわからないということを思ってるんちゃうかとかですね。まあ、心の不安になったらちょっとあれですもんね。まあ、留学とかやったらね、何年間かって感じになっちゃいますからね。はいはい。今年は深田恭子さんがね、適応障害で5月ぐらいになんか無期限で休みますみたいな休んで、まあもう今復帰はしている感じなんですかね。はいはい。まあ軽度と重度とかそういろいろあるんでしょうね。やっぱ適応障害にもやっぱり重いとか軽いとかっていうのも。そうね。うん。ですぐ復帰できる人もおればやっぱなかなか復帰できない人もおるでしょうけど、やっぱ治すためにはその場所からちょっと一旦離れないといけないというか、何も考えないようにしないといけないみたいなんで。そうですね。だからまあ最近これだけね、ご活躍雅子さんがされてるっていうのはやっぱだいぶ体調がいいんでしょうけどね。まあ今年はまあ4大行幸記をね、すべてまあ出席って感じで、まあ、そこでまあ体調回復ってね、言われてて、はい、ただまあそのね、愛子様としてはまだね、まあ、そういったこともまあ心配してる材料のね、一つかもわからないって感じで、はまあこのね、会見しなかったこともありますけども、一応この最後の記者会見に関しては、雅子様は、ね、2002年でね、そこでまあその外国訪問に関する思いとかも述べてね、はいはい、まあその子作り優先の壁とかについてもまあ触れたってことで、うんまあ記者会見したらどうしてもね、記者とかから嫌味な質問とかもあるんでね、やりたくないのかなって感じで、まあね、まあその会見からまあ適応障害につながったところがありますからね。ああ、そういうことですね。ただこの雅子様をね、まあ、直接知ってる人からしたらね、雅子様のことをお茶目な人ってことで、うん、しかもこのお話好きだってことでね、語っていて、まあ記者会見からもこの率直さとかね、強さとかも見えるってことで、はい、まあどうしてもこの記者会見開いたらね、まあ嘘がつけないというか、まあ本音が出てしまって、それがなんかその残念な人とかをね、まあ、刺激して炎上っていうことがね、以前起きてたのかもしれませんね。ああ、また攻撃とか始まったりとかね。ああ、まあそういうのにね、昔はこの残念な人というか、まあ宗教政権が強かったんで、まあそれでね、そういったのから圧力があったのかもわからないですけども、うん、まあこの愛子様に関してはね、まあ学習院大学のね、大学に進学するんだったらすでにもう確定しているはずですけども、まあ、そういった情報も出てこないですからね。ああ、今のところね。だもしかしたらこの大学院にも進学しないっていう選択肢もあるのかなって感じで、愛子様に関してはね、むしろどんどんまあそのいろんな国にまあ公式訪問しても面白いかなって感じはありますけどね。そうですよね。なんか一応ね、昨日までが卒業論文の提出期限だったみたいですね。ああ、昨日なんですか。はいはいはい。ですかね。だからまあもうね、論文も提出し終わって、まあ、こっからはね、別にね、手が空くというか。ああ、そうですね。もうね。はいはい。もう単位終わってるでしょうね。うん。だからなんかいろいろね、先のことも考えれるというか余裕を持って。確かに確かに。できるんでしょうけどね。そうですね。まあ逆にまあ留学とかあってもね、そのなんかニュースとかも減っちゃいそうだしね。ああ、確かに。逆にまあその公務とかに出て海外とかに行かれた方が、いろいろとまあそういった声とかも大きくなって、皇室典範改正とか、そっちの方にね、つながりそうですけども。進むかもしれないですね。今結構ね、安倍派閥が、まあ、裏金問題とか弱体化してるんでね。はいはい。まあ次の首相がどうなるかでいろいろとまあ流れとかも変わりそうでね。一気にね。まあこれ石破茂さんとか河野太郎さんとか小泉進次郎さんとかにねなったらまあ一気に女性女系天皇にね、まあ、すぐに実現するかなって感じはありますけども。はいはいはい。まあいい流れではあるんですかね。そうしたら。そうですね。まあ今後ね、まあ、どういった点からなっていくのかよかったらねコメントもらえて嬉しいですね。そうですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。